雑魚がわらわらと。お、いいだろう。血祭りだ。いいぞいいぞ。大丈夫かな、かすみちゃんドン引いてないから。はい、皆さんこんにちは。前回の動画から続けて収録しているのですが、もうこの先の展開を思い出して涙が止まらない達也です。特に桜家はやばい、桜家はやばいんだって。じゃあ続きやっていきましょう。形も綺麗、ツヤツヤ。出たスフィンクスじゃない。ちゃんと人間だ。いつでもお嫁に行けるわね。そりゃどうも、こっち来て一緒に行くよ。いや悪いよ。黒豆言っとけ、価値観変わる。本当に。おはよう。あ、おはようございます。スフィンクス。そりゃそうなるよね。新春初ボケかなし。なんですかその面白い語呂。新春初ボケかまし、あ、口に出して言いたくなるね。そしてなんかずっと双葉が横に小刻みに揺れてるの可愛いな。早速落とす気分か。妙な真似はやめとけよ。若葉に食いつかれたら飽きるまでいじられるからね。そうなんだ。なんか宗次郎もちょっと嬉しそうだな。分かってらっしゃる。うわー、若葉。若葉よ、仕事も子育ても充実してる時にいきなり死んじまいやがって。若葉は双葉の母親の名前だ。だが若葉はどうした、具合でも悪いのか。こいつ昨日からそんな感じなんだ。イケメン。おはよう、モナ。モーナ。おう、我が輩の分のおせちある。なんか逆に我が輩って言ってほしくないな。こんなイケメンがさ、我が輩ってちょっと痛いじゃん。普通に俺とかにしてくれよ。あのモルガナだったからよかったんだよ、我が輩って。モルガナ。なんで疑問系なんだよ。そうに決まってんだろ。疑問残るだろう。なんだモルガナって名前、外国人かお前は。お前本当に大丈夫か。やはり何かがおかしい。とりあえず座んなよ、腹減ったろ。ごちそうさま。ジョーカーが走り追いやられてる。かわいそう。こんなにしっかりお正月過ごしたのいつぶりかしら。我が輩も満足だ。あとは食後のコーヒーがあれば。さりげなく要求してんじゃねえよ。大丈夫かな、猫舌じゃないのかな。コーヒーに合うデザート欲しくないか、私買ってくる。気が利く。お母さんはモンブランだよね。あら、気が利くわね。ね、行ってきます。いや双葉も嬉しそうだ。気をつけてな。モルガナは猫で若葉はもういないはずだ。どうしたの？ああ、明智。なんかさ、三角形のさ、この普通の状態の明智のこの顔の表情いいよね。わかる？いつものさ、12月までの取り繕った顔じゃなくて、こっちが素なんだなっていうのが伝わってくるよね。なあ、悪い。店まだ開けてねえんだ。すみません、ちょっと彼に用があって。あ、また取り繕ってる。薄っぺらい笑顔。気分転換に出かけてこいよ。デザートは我が輩が責任を持って管理しといてやる。とか言って猫ババしたりすんなよ。猫だけに。モナならありえるわね。失礼だぞ二人とも。ごめんごめん。談笑してる。そろそろコーヒー入れとくか。気づいてるだろ。ああそうだね、明智も気づいてるんだよね。なぜならゲフンゲフン。この状況について話したい。明智は正気？そうだよ、君と同じようにね。
行こう。このさ、もともと敵だったやつがと一緒に手を組むっていうのが激アツ展開すぎるんだよな。ここなんだ。状況を整理しようか。どうしてここに？じゃあそこから話そうか。去年の冬、僕は一連の精神暴走事件の実行犯として警察に出頭した。うん、そこまでは OK だね。そうだね、大丈夫だ。話を戻すよ。僕が出頭した後の話だ。うん、当然僕は指導絡みの事件で事情聴取を受けていたわけだけど、どういうわけか今朝になって突然釈放されたんだ。理由もなくね。普通じゃないな。どう考えても異常だよ。あんな事件の実行犯を事情聴取だけして釈放なんてありえない。うん、普通に正直死刑になってもおかしくないレベルだよね。あ、でもまあ一応少年法は適用されるのか、明智の場合。けどもっと異常だったのは、まあこの二人だね。その通りさ。意識若葉、うん、まさか生き返ってるなんてね。まあそこで言うと君も生き返ってるけどね。今のところまともそうなのは君だけだ。単刀直入に言う、うん、取引だ。来た。僕と手を組まないか。もちろんだよ。信用できない、考えさせてくれ。おい今この世界で唯一まともに会話ができる相手だぞ。どうする気だ？とにかく何が起きてるかを探る。うん、これは君も望んでることだと思うけど。そうだね。今のところ僕と君の目的は一致してる。問題を解決するために協力した方が安全じゃないかな。この奇妙な事態を脱するには協力者が必要だろう。明智と手を組む方が良さそうだ。心は決まった？うん、何をすればいい？そうだな、まずは情報が欲しい。うん、指導のパレスで僕と別れてからのこと聞かせてもらうことはできるかい？そうだね、明智もその後の話を聞きたいよね。なるほどね。片鱗があったとはいえ明確な異変は年明けからか。うん、怪盗団の連中も疑問を持たず今の状況を幸せそうに生きてる。出なよ。吉沢です。ああ、先輩、今お台場に来てて。あの、ん、落ち着け。私よくわからないんで見たままを言います。あの建物が出てるんです。ああ、透けてるんですけど、モルガナ先輩がパレスって言ってたやつです。先輩、急なんですけど今からお台場に来れますか？もちろんだよ、行こう。うん、すぐ行く。わかりました。じゃあ後で。いや、電話の声、吉沢さんだね。めちゃくちゃ声がじゃない、鳥肌がすごい今。パレスって言ってた気がするけど。パレスが見えるらしい。異世界でもないのに。うん、吉沢さんのとこ行くんだろ？僕も行こう。どう考えても手がかりがありそうだ。そうだね、今さら断ったりしないよねこの挑発的な顔いいね。1月2日昼間と。ここよ。先輩、明智さん？ちょうど一緒にいたからさ。死人の次はパレスか。面白いね。まあ以前一度ここに来たよね。10月だったっけ。明智さん、パレス知ってるんですか？ああ、そっか。彼と同じ力を持ってるって言ったらわかる？そうなんですか？じゃあ明智さんって。言っておくけど僕は怪盗団じゃないよ。でも
今の会話で察しがつくってことは吉沢さんもってことになるね。鋭い。あの、うん、話しても大丈夫。はい、使えるんですペルソナ。私も怪盗団ではないんですけど、前に先輩たちとこのパレスに入ってしまったことがあって、うん、これどういうことなんでしょう。出かけた帰りに寄ってみたらああなってて。騒ぎになってないってことは他の人間には見えてないのかもしれないね。そうだね。もしくは見えているのに反応していないか。まあどちらにしろ異常だね。そうなんです。通りがかった人に聞いても特に気にしてないみたいで。あれこれ考えるより動いてみた方がいいかもね。うん。パレスに入るってことですか。現実にパレスが現れたって言っても見えるようになったのはこのパレスだけだ。まあ手がかりはここしかないよな。もちろん確証はないけど、この異常事態と関連する可能性は高い。うん。だったら入ってみるのが早いと思わない。まあ入る手段が残ってればだけど。これ異世界ナビのアイコンがある。復活してる。なんかイメチェンした。たまにアプリのゲームとかでさ変わることあるけど。消えたと思ってたけどこいつも復活してるみたいだね。うん。私何もあります。履歴はある。履歴どうやれば。あ、一件だけ残ってます。でもこれ、ん？履歴はあるが誰のパレスか読むことができない。あー、10月に入った時の履歴だけ残ってるってことかな。名前の箇所が不自然に塗りつぶされてるね。怪しい。このパレスの主はこんな小細工まで可能なのか。これパレスには入れないんでしょうか。やってみよう。履歴はあるからね、侵入は可能なんじゃないかな。もしパレスに行くなら私も連れて行ってくれませんか。もちろんだよ。明智と二人はちょっとまだ気まずいよ。前に行った時から気になってることがあるんです。そうだね。足手まといにはなりませんから。うん。君はどうする。もちろん行くよ。行こう。決まりですね。じゃあ行くよ。さあ、いやこの3人っていう組み合わせがいいよね。改めて見ると不思議な場所ですね。この建物何なんでしょう。ここの主がさっきの場所をどう思ってるか次第だね。ま、進んでいけばわかるよ。そうなんですね。うん、なんか全員黒いな。黒ばっかだな。かすみちゃんの髪の色だけだもん。ところで、イメージと違うよね。どうかした？いえ、なんというか。はい。うん。本来の姿ですね。本来？ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。そうだね。おしゃべりは終わりだ。行くよ。ここまでのあらすじが更新されました。いやー面白い。パレス内部を調査しろ。じゃあパーティーが この顔よ。レベル75か。全然鍛えられてねえな。祝福見切りとレーバーテイン、おー超特大ダメージ、メギドラゴン、ランダマイザー、ランダマイザー覚えてるのでけえな。思考の魔弾、映画音、精神体制、攻撃の心得。なるほどね。まあでも発想飛びを覚えてない。からな、ちょっとロキまだまだだな。うん。で、サンドリオンは久しぶり。アドバイス、空間殺法を、効果音、あ、そうだね。クリティカルを狙いに行く形なんだよね、確かね。で、一応このパーティーの中だと、
まあ、あのちゃんと回復が使えるっていうのはでかいね。でもやっぱり発想扉覚えてないからな。ちょっとみんなサボってるな。やっぱり発想飛びよ。うん、このゲームは全て発想飛びゲーだから。じゃあ進んでいきますか。ん、前に来た時とは少し雰囲気が違うような。数ヶ月は前のことなんだろ。ヌッシーに心境の変化でもあったのかもしれないな。その時はどこまで進んだかわかる？多分あの扉の向こうだったと思います。そこで先輩たちに助けていただきました。なるほど、入り口付近までのことしかわからないか。さあ行こうか。奥に進んでみようか。素敵だよね。素敵、何を見てるんだろう。このポスターも謎ですけど、そもそもどうしてパレスに人が。ここにいるのはパレスの主が認知しただけの存在。よくできた人形みたいなものだよ。もっとも主が何をどう認知した結果なのかはまだわからないけどね。なるほど。人形、言われないと全然区別がつきませんね。そうなんだよな。ここにも人がたくさん。やっぱり前に来た時と様子が違いますね。ペイシェントの皆様、ようこそお越しくださいました。ここでは皆様のご要望に沿うためにそれぞれの施設へご案内します。あなた方一人一人に寄り添って私たちがサポートします。安心してください。どんな人でも幸せになることができます。施設に関して不明点がある場合はお近くのスタッフへ問い合わせをお願いします。おかしなアナウンスですね。それに幸せになれるって一体ここどういう場所なんだろう。いやー、ちょっともう何も言えねえな実況放棄。ああ、その姿、救済を欲するものではないな。わかりやすく白と黒で対比があるな。ちょっと中に入れてほしいんですけど。立ち去れ、お前たちは望まれざる客だ。主の研究、世界の救済の邪魔をするな。シャドウの発言も主の思想のヒントだ。随分カルト的なことを言い出すんだね。悪いけど通してもらうよ。雑魚の相手してる暇ないんだ。かっこいい。なぜ自ら痛みへ向かう。なぜ自ら苦しみに触れるのだ。そうだよな、これが正義 vs 正義なんだよな。ああ、吉沢さん、いけるね。うん。いつでも。大丈夫。多分君らの出番はない。バラバラなのも面倒だ。情報支援は僕がやる。おお、頼むわ。雑魚がわらわらと。おお。いいだろう。血祭りだ。いいぞいいぞ。大丈夫かな。かすみちゃんドン引いてないから。こんな人だったんだって。久しぶりだな。血が騒ぐよ。本当にね。明智さん。ドンピーてんじゃん。さあ、片付けるぞ。おう。はい。いやー、やべえ。めちゃくちゃ楽しいってか、素早さ高いだ。地方のマダン。ああ。やチャレンジだし、硬いな。発想飛び前傾撤回柔らか。これ好きなんだよね。剣の図、剣の舞。あ、いいね。クリティカル出るの気持ちいいよね。片付いたか。即席で組んだ割に上出来だったね。そうだね。吉沢さん、ちょっと説明してあげた方がいいんじゃないかな、君のキャラ設定について。あ、はい。さっきのシャドウ、研究って言ってましたね。それに痛みとか救済とも言ってたね。何にせよまともな人間でもなさそうだ。そうだね。ん、
ここの見取り図みたいだね。もらっておこう。あの私、はい、明智さんとそこまでお話ししたことないんですけど、うん、普段からああいうことなんですか？いろいろ容赦ないというか。そうだね、テレビではだいぶ猫かぶってるからね。うん、あれが正体です。そうなんですねいつまでも喋ってないで進んだ方がいいんじゃないかな。この姿を見ても歌舞伎町にいるあの男女の2人は明智ファンでいてくれるかな。容赦のない明智とでよければだけど。ちゃんと聞こえてる。聞こえてましたねうわいいなこの3人。よし、じゃあさらに奥に行くか。なんだこの声。あれ、ん、嘘。あ、お父様。ああ、すぐ来てくれるからな。お母さんもおばあちゃんも。辛すぎるでしょこれ。もちろんあの子もだよ。うん、落ち着いたらきっと来てくれるから。いやちょっと耐えられない。どうして、どうして。あ、本当だよな。ある日いきなり自分の大切な人がさ、いなくなるとか想像できないよ。お父さん。少女の声。なんて。今の映像、吉沢さんのお父さんだよね。それに亡くなってたのは。スミレ。スミレか。妹のスミレです。先輩にも話しましたよね。亡くなった家族がいるって。ここで明智にびっくりマークが出てるのも細かいな。なんであんな映像が。大丈夫か？すみません。私最近変なんです。何かを思い出さなきゃいけないような。思い出しちゃいけないような。吉沢さん、動ける？明智は感づいてるな。とにかく今は先へ進もう。大丈夫です。行きましょう。ねえ、はい。君が吉沢さんと知り合ったのっていつからだっけ？まあ4月ぐらいだよね。去年の春頃。そうか。とにかく行こうか。先は長そうだ。いやー、伏線が散りばめられている。じゃあ先行くか。セーフルームだね。休んでいこうかこの時の声だけよそ行きなんだよなセーフルームだねじゃないんよ。いやそれにしても全然お前は気を許さないな。ずっと立ちっぱなしじゃん。いいかい。適度な休息は必要だけど悠長にしてる時間はないんじゃない。あ、なんか嫌味言われてる何をするんだい。ちょっとさ、ちょっと話そうぜ。何について話そうか。進行状況は。あの、この部屋は安全みたいですけど、どういう場所なんですか？セーフルームだね。パレスの主の認知の隙間というのかな。相手の認知が薄い場所だから、パレスの中でも多少羽休みできる場所なんだ。そうなんですね。認知の、そんな場所があるんですね。まだ他に相談するかい？続けます。ちょっと、面白いセリフ聞けるかなと思ったのに。すみちゃんが足なんかちょっとブラブラして
るの可愛いな。え、ずっと見てられる。なんか胸がざわざわするんですよね。ただの緊張から来るものならいいんですけど。そうだね。あ、これ、あ、ちょっと今一瞬バタってしたよね、足ね。クソ、見逃した。じゃあちょっとセーブしておきます。着いた。広いですね。ここは何の部屋でしょう。辛そうだね。大丈夫？問題ないです。さっきの映像が頭から離れなくて。スミレさんの映像のこと？そうです。進みましょう。なんであんな映像を見せたのか確かめなきゃ。この先に待ち受ける真実が衝撃的すぎたんだよな。それは間違いだ。痛みを求めるな。この先には悲劇のみが待つ。それがこのパレスの主の考え方なんだよね。新手だね。痛みとか悲劇とか、あなたたちの主は何者なんですか？私の何を知ってるって言うんです？知ってるんだよな。教えないのなら押しております。うん、なんか大体ペアで出てくるな。私はサンドリオン。ああ、心の乱れが。ワンマンショー。おお、明智。落ち着け。お。すみません。行くぞ。合わせろ。え、かっこいい。はい。リーダーやってんじゃん。ん、じゃあ、あ、やばい。通常攻撃が入らない時点で、僕の戦力が半減するんだよな。よし。マハ効果を、うん、いいよ。し、あ、間違えた。あれ、いける？これ銃撃入る。あ、入った。ちょい残し。あ、ちょい、ウィーク。あ、やばい。あ、これやばいぞ。これやばい。あ、やばい、やばい、やばい。ちょっとアップね。ウィーク疲れた瞬間、チャレンジモードさ、マジでダメージ量変わるからさ、普通に事故る可能性あんだよな。ちょっとペルソナも作んないとな。愚かな主の慈悲を拒む者ならば見るがいい。真実語か。髪を束ねた少女。ジュニアの枠を大きく超えた演技、素晴らしかったです。もうすぐ高校に進学されますが、新体操の方は？もちろん続けます。新体操で世界を取るのが夢ですから。ありがとうございます。最後にこのお気持ちを誰に伝えたいですか？妹です。妹。うわぁ、スミレ、お姉ちゃんやったよ。この BGM が重い。世界を取るのは私たち姉妹二人の夢なんです。やめて。一緒に叶えようね、スミレ。やめて。私吉沢さん、君は分かってくれたかな。ああ、男か。うん。
心を引き裂く結末が待っているだけだよ。おとなしく今ある現実に帰ってもらえないかな。心を裂く結末。何を言ってるか分かりませんし、帰るつもりもありません。強いね。彼女の言う通り、僕たちもおとなしく帰る気なんてない。こそこそ警告なんてしてないで直接出てきたらどうです？分かった。下に降りてきてくれ。そこへ行くか。ずいぶん素直に乗ってきたね。ようやく主のお目見えかな。そうだね。急がなくて休んでから行こうぜ。お気遣いありがとうございます。でも全然平気です。行きましょう。無理してるな。吉沢かすみね。うわということで今日はここまでにしとこっかな。ちょっと編集でどうなるかわかんないけど短かったらごめんなさい。次回はこのパレスの主にご対面といこうか。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当に皆様の応援が力になっているので、マジで頼むわ。頼み方が雑。それではバイバーイ。